4回無視1、3塁、鈴木は右前摘自打を放った、カメラ、小梶良一、オリックスロッテ。京セラドーム、5日、ロッテ、鈴木大地内野手、28、が4試合ぶりに快音を響かせた。1-0 の4回無視1、3塁のチャンスで外寄りの直球を右前に運んだ。17打席ぶりの安打に、ヒットが久しぶりに出たことは嬉しいですが、今は試合に集中してさい。ここまで気を引き締めて、みんなで元気を出して、声を出してやっていきます、と控えめに話した。